すごくお腹が空いた。冷蔵庫の中には美味しいものがあるかな。うそー、臭いチーズだけだ。エンディ、お腹空いた。みんな、メニューだよ。好きなのを選んで。フライドポテトにしない？いいね、アプリで注文しましょう。フライドポテト1人前ね。それじゃあ少ないよ、もっと頼もうよ。ヘンディ、やめて。ほら、携帯電話を落としちゃったじゃない。あ、10人前になってる。違うよ、よく見て。10人前じゃなくて100人前だよ。やった、配達員だ。早く見てみましょう。フライドポテトがたくさんある。もうお分かりかと思いますが、チャレンジの始まりです。急だね。あら、運が悪いわね。エンディ、かわいそうに。どうやって食べるの？よかった、私は唐辛子1本よ。ジェーン、いいな。なんでこんなことに。こんなチャレンジには参加したくないよ。ジェーンから始めて。嫌だけど仕方ないわね。エンディの言う通り、早く食べちゃった方がいいわ。思ったよりもまずくないわ。いいわね。そんなこと言うのはまだ早いんじゃない？嘘、すごく辛いわ。口の中が燃えてる。手をやげとしてよ。でも大丈夫、水をかけるからちょっと我慢して。もっともっと、だいぶ良くなったわ。ありがとう。次はバービー。嫌だ、食べないとダメだよ。わかったわ、食べるわ。一気に何本か食べてパパッと終わらせちゃうわ。3本は食べたけど、まだたくさん残ってる。辛い。そろそろ火事が始まりそうよ。私、燃えちゃう。バービー、すごいね。ご褒美だよ。何よこれ。エンディのでしょ、自分で食べて。ああ、失敗しちゃった。あ、始まるわ。助けて、耳から蒸気が出るわ。もう燃えちゃう、我慢できない。消火器があるよ。びしょ濡れで何も見えないわ。ごめん、助けることに精一杯で。楽しめたんだし、いいわよ。頑張れエンディ。まだ準備できてないよ。どこ行くの？エンディを連れてきましょう。さあ早く。でも辛いのが苦手なんだよ。わかったわかった、食べるまで放っておかないんでしょ。ああ、熱くなってきた、燃えちゃうよ。やめないで、早く食べないと。でも噛むたびに熱くなる、最悪だよ。頑張れ僕。できるよ。ああ、終わり。どこ行くの？宇宙だよ。いいね、宇宙飛行士になりたかったんだよ。夢は叶うものね。ガムがいっぱいある。唐辛子よりも嬉しいわ。そうだね、このぐらいの量があれば僕だって満足した。でも僕は1パックだよ。早速食べるね。何個あるかな。 1,2,3,4,5。 気をつけて、顔に当たったわ。美味しそう、すごく鮮やかで気に入ったよ。きっと味も美味しいはず。これで食べれるよ。包装紙はもういらない。またなの？二度目じゃない、もうゴリゴリよ。えい、なんで？これからはもっと気をつけて。ガムが噛めるから落ち込んでる場合じゃないよ。見て、綺麗でしょ。今こそ食べる時だよ。美味しい、やっぱり大好き。風船を作るよ。見せて。見て、すごいでしょ。これで遊べるよ。すごい、やるじゃない。今度は私が食べる番よ。まずはガムを出すの。すごい、ジェーン。
さあ、ガムを食べるわ。おいしい。風船の作り方を見せてあげるわ。そろそろやめな、ジェーン。手伝ってあげるよ。針があってよかった。顔がガムまみれになったわ。最悪。どうすればいいの？眉毛がないよ。最悪。ひどい顔ね。今すぐ眉毛を取り戻さないと。手元にあってよかった。これでまた元通りだね。残っているのはバービーだけよ。準備はできたわ。まずは包装紙を全部外すの。できた。簡単だったわ。すごい。みんな見てて。ガムをどれだけ口に入れられるか見せたいの。世界記録を出してみせるわ。すごい。世界最大の風船を見る準備はできた？行くわよ。バービーが飛んでいきそうだよ。信じられない。助けて。高所恐怖症なの。どうにかして。こんなの見たことないわ。すごいね。フライドポテトだ。やっとまともな食事だわ。すごくたくさんある。僕もいい感じ。ジェーンとは違うね。そんなの不公平よ。ポテト一本だけなんて。こんなのじゃお腹いっぱいにならないわ。すごくサクサク。最高。あっという間に食べちゃったわ。じゃあ僕の番だね。エンディ、分けてくれる？分けるわけないでしょ。全部僕のだよ。一本も譲らない。おいしい。ポテト大好き。よかったね、エンディ。私も満喫するわ。喋ってないで、もっと大切なことをするの。ああ、本当においしいわね。そうだよね。分けてくれる？何してるの、エンディ。私のポテトよ。そんなに欲張りだったんだね。バービーに意地悪しないと。タバスコをケチャップの代わりに渡そう。きっと気に入るはずだよ。はい、バービー、食べていいよ。本当にありがとう。ケチャップが大好きなの。たくさんかけるわ。これでもっと美味しくなるわ。楽しみだな。全部かけちゃったわ。いただきます。ソースをかけるとポテトがジューシーになるの。でもなんでこんなに辛いの？燃えちゃうわ。あ、ちょっとやりすぎたかな。消火器を出さないと。あー、大変。エンディ、なんてことしてくれたの？私のポテトが何か残ってるといいんだけど。あー、全部焦げちゃったわ。人生はとても不公平ね。落ち込まないで楽しみましょうよ。ハイタッチ。楽しみたいの？えい。どんなお菓子かな。早速見てみましょう。プリングルズね。ポテチ大好き。私の方は？私もポテチよ。でも変ね。私のが本物で、ポリーのはチョコレートでできてるからよ。今回は二人ともラッキーね。見て、アヒルみたいでしょ。本当にアヒルみたい。お遊びはおしまい。お菓子を味わう時が来たわ。ああ、もうなんでこんなに狭いの。知らないわよ。待ってる間に私はチョコポテチを食べるね。食べてみたいな。盗むしかないわね。何するの？私のポテチよ。食べてみたいの。もう何よこれ、最悪。欲張りだからそうなったのよ。そのまま我慢しな。いやよ、お願い助けて。わかった、いいこと思いついた。でも気をつけてね。手がないわ、切られた。あ、あったわ。よかった、成功ね。ありがとう。結構危なかったけどね。今回も美味しいものだといいけど。
すごい巨大なチョコレートフィッシュ。そっちがチョコレートならこっちは最悪、本物の魚だ。こんなの食べたくないよ、大嫌いなの。でも何か裏があるのかも。ん？なかった、ただのまずい魚だ。あーまずい、くさい。ここからも感じるわ。でも大丈夫、私にはこのチョコがあるの。おいしそう、手に入れたいな。プランだってあるわ。ヌテラを使って私の魚を塗って、あとは魚を入れ替えるだけ。見てリンダ、あれって何？そうそう、これで美味しいチョコフィッシュが食べられる。何にもないじゃん、騙したの？ん？ギャー！なんで魚なの？いつの間に入れ替えたの？すごい、予想外ね、本物の化粧品よ。そっちが本物なら、こっちは美味しい化粧品。チョコレートの化粧品なんかいらなくない？化粧品ってさ、プリンセスに変身するためにいるものじゃん。そうね、ポリーには化粧が必要よ。つまらないジョークね。何それ、化粧の仕方も知らないの？何がそんなにおかしいの？ピエロみたい、なんでこんなにおかしいの？心配しないで、直してあげるわ。プロに任せなさい。すごく綺麗に仕上がってるわよ。見ればわかるわ。何したの？なんかチョコレートまみれのような。よくもやったわね、仕返しするわ。やめて、見た目を台無しにしないで。これだけ？じゃがいもなの？どうすればいいのよ。そんなこと知らないけど、チョコポテトはどうすればいいか知ってるよ。私も食べたい。運が悪いからダメ。チョコポテトとチョココーラを味わえるのは私よ。チョココーラなんか飲んだことない。リンダがジャガイモを食べてる間に飲んでみるわ。ねえ、バカにしてるでしょ。これでどう？何したの？羨ましいだけでしょ。いいこと思いついたわ。普通のジャガイモだってさ、フライドポテトみたいに美味しくなるのよ。そのためにはジャガイモを小さくくるの。刀が必要だわ。あとは火にかけるだけよ。おいしそうな匂い。もちろん、おいしい食べ物が目の前にあるんだから。マクドナルドで一番好きなメニューよ。あ、チョコスプーンだ。初めて見た。私のは本物よ。どうすればいいのかな。チョコレートを食べれば。あー、そっか、チョコレートは全部私が持ってるんだった。食べます。でもなんか一緒に飲むものが欲しいな。牛乳、チョコレートミルクって最高じゃない。
て、食べることも飲むこともできるんだよ。目の前にあるものでシェイクを作った私、頭いいでしょ。もしかしたら私のスプーンも食べられるかも。あ、痛い。あ、リンダ、歯が抜けてるよ。歯医者さん、登場。口を開けて、治療を始めますよ。できた。前よりも綺麗にしてあげたよ。おめでとう。Okay. あ、ちょっとやりすぎたかな。やりすぎたって何？ウサギみたいじゃない。あ、それいいね。これで完璧だよ。あ、チョコレートだよ。よかった。私のは本物。もしかしたらそんなにトゲトゲしないかも。あ、やっぱりトゲトゲするわ。運が悪かったね。なんでこんなの食べないわ。飲んだ方がいいと思うわ。やっぱりまずい。しかももう何も飲めないわ。何かと一緒に食べたいな。どうしよう。私のチョコを見ないで。どうせ分けてあげないからね。これは自分で食べるの。欲張りね。仕返ししてあげるわ。見て、カバが飛んでる。おバカさんね。カバを探してる間にチョコをスパイシーチョコに変えてあげるわ。カバなんかいないじゃん。なにこれ、燃えるわ。火事よ。チョコレートを食べてみたかっただけなの。溶けていても大丈夫よ。私が何もしないとでも思ってるの？いいえ。うんこまみれみたいだね。はは。やった、私から開けるね。あー、スパイシーピザだ。私のはチョコよ。見て、いろんなお菓子がある。いいな、私はこれを食べて苦しまないといけないのか。辛くないといいんだけど。あー、まずい。そこまで辛くないけどまずい。リンダ、ちょっと分けてよ。いいえ、自分のピザがあるでしょ。でもまずいの。分けたくないならそのピザは誰も食べられないわよ。そうよ、これでいいの。え？何？なんでこんなことしたの？でもいいわ、チョコはこれでも美味しいわ。まさか失敗しちゃった？楽しいチャレンジを見逃さないために母飲むをチャンネル登録してね。もっともっと楽しくなるから待っててね。